オリンピア・マイダルキーニオリンピア・マイダルキーニは、ローマ教皇インノケンテウス十世の義士、ドンナ・オリンピアと呼ばれた。オリンピア・マイダルキーニは、ビテルボで朝税受けを委任、スフォルツァ・マイダルキーニの娘として生まれた。母・ビットーリア・グアルテリオは、オルビエートとローマの貴族家門の出で、その祖父、セバスティアノ・グアルテリオは、ビテルボ司教であり、フランス及び、 トリエント公会議への強行特使をも務めた。オリンピアの成果は裕福とは言えなかったが、彼女は資産家の男性と二度の結婚をした。二番目の夫、パンフィリオ・パンフィーリは、数奇教ジャンバッティスタ・パンフィーリの兄であった。ジャンバッティスタは1644年、教皇に選出された。パンフィリオが死ぬと、オリンピアは、議定イ,インノケンテウス10世に影響力を持つようになった。 教皇は、オリンピアの息子、老い、重帝を、数奇教とした。それぞれカミッド・フランチェスコ・マリア・パンフィーリ、フランチェスコ・マイダルキーに、カミッド・アスタリである。1644年11月14日、インノケンテウス10世は、カミッド・パンフィーリを、数奇教、教会軍司令官、アビニョンへの教皇代理、教皇庁少書院及び裁判所の長官に任じた。カミは、 ジョバンニ・ジャコもパンチロン・リ・スーキ教と共に国務長官としての権力を事実上は分有していた。しかし1647年2月10日、カミロはクレメンス8世の又名であるオリンピア、アルドブランディーニと結婚するためスーキ教の地位を離れている。インロケンテウス10世はカミロ・パンフィーリーが辞職したスーキ教のポストにオリンピアの17歳のオイ・フランチェスコ・マイダルキーニョ つけたが、フランチェスコは、無能な弱敗者であり、この人事は不評であった。教皇はさらに、カミッロアスタリを養子とし、1650年9月19日に、数奇教とし、パラッツォ・パンフィーリや様々な特権を与えた。しかし、オリンピアは、アスタリを解任して、ローマから追い出し、一族の絶対的な女主人として、振る舞うようになった。オリンピアの誠意は、 教皇が、ファビオ・キージをドイツから呼び戻し、1652年に、数機教に任じて、以降は衰えていった。キージは1655年に亡くなった、インノケンティウス10世の後を継いで、教皇アレクサンデル7世となった。ドイツの歴史家、ルートビヒホンパストルによれば、パンフィーリ教皇の不幸は、このような地位に見合う能力を持った親族が女一人しかいなかった、ことである。 オリンピアの悪評は1650年頃にアレッサンドロ・アルガルディに作らせた彼女自身の胸像が彼女に好意的な造形とは言えないことからも伺える。彼女はインノケンティウス10世の身辺を厳しく監視し自分自身の経済的利益のために教皇を利用したことで悪名を高くした。1655年にインノケンティウス10世が死んだ時、オリンピアも 彼女の家族の誰も教皇の葬儀費用を出さなかったため教皇の執事が自費で主人を葬った。それどころかオリンピアは腐敗し始めた教皇の死体を隅に追いやり三日間で教皇宮殿から財宝を運び出してしまったという。一部の歴史家はインノケンテウス十世がオリンピアの完全な支配下にあったとしている。こうした評価はローマの風刺詩人パスクイーのフランス。 そしてプロテスタントの主張と一致している。カトリック百科事典は、正義の恋人と呼ばれた、火の打ちどころのないインノケンティウス10世にとって、オリンピアの存在は大きな汚点だったとしている。オリンピアは時にマードレ・パスカリーナや伝説的なヨハンナと同様、女教皇と呼ばれることもあった。さらにオリンピアが、インノケンティウス10世の愛人だったとする資料も存在する。 この説は、グレゴリオ・レイティガ・グアルドスの偽名を使って書いた、ビータ・ディドンナ・オリンピア・マイダル・キニーに遡り、同書はオリンピアが、生殖売買に必要な空きポストを作るため、自分の薬剤師の手を借りて、数奇教数人を毒殺したとまで述べている。レオポルト・フォンランケはオリンピアが、教皇の愛人ではなかったとしている。ありがとうございます。